ちは、チャックです。今私は成田空港にて、今日からダイヤモンド州第2回ということで、とりあえずね、クアラルンプールから東京を経由してね、ニューヨークに行くんですけども、今回は、東京からクアラルンプールまで、ライオンエアとマリンドエアを利用して、バンコクを経由してね、クアラルンプールに行きたいと思います。今朝の7時半ぐらいなんですけども、もうねチェックイン始まってると思うんで、今まだね駅のホームにいますので、これからチェックインしていきたいと思います。それでは行きまーす。成田空港って私久しぶりに電車で来たんですけども、むちゃくちゃ遠いですねむちゃくちゃ遠い、本当にむちゃくちゃ遠い。新宿に朝5時半ぐらいに着いて、今7時半になって、新宿から軽く2時間ぐらいかかってるんですけど、いやー、それにしてもね、新宿朝の5時半で、すごい平日なんですけど、今日すごい人いて、いや正直びっくりしましたね。いや昨日から、ね、朝3時ぐらいに3時過ぎぐらいに家出てるんで、いやこれ寝たら起きれないなと思って寝てないんですよね、昨日の夜で。そのまま気合でね、始発に乗ってきたんですけども、いやー疲れた。そして人の新宿の多さに疲れ、そして成田空港行きの電車もねすごい人でしたね。びっくりしました。こういうもんなんですね。それではね、ちょっとターミナルまでちょっと時間がありそうなんで、ちょっと7時半10時半30分ぐらいの飛行機なんですけど、今もうちょうど3時間前になってますんで、チェックインね開始してると思いますんで、ちょっと急ぎながら行きたいと思います。こんな感じになってます。20人ぐらい並んでますけど、まあ余裕かなと思いますね。しばらく待ちたいと思います。予約番号かなんかいります。大丈夫です。ちょっと1個聞きたいんですけど、ライオンエアさんとマリンドエアさんって同じ会社じゃない？系列会社です。あ、系列会社、同じ発券はできない。ですね、できますね。これ24時間以内なので。バンコクからそのままクアラルンプールに乗り継ぐんですけど、できれば一緒に発券していただいて。あ、できます。あ、ありがとうございます。違う予約番号で買ってたりすると一緒に発券できないんですけど、これは一緒に同じ予約番号になってますので、はい、12時間以内なので大丈夫です。じゃあそのまま乗り継ぎで大丈夫と。そうです。あ、ありがとうございます。マスクの代わりございます。あ、ない。無事ね、チェックインできました。で手荷物はね7キロということで、私の手荷物これなんですけども、6.2キロギリギリでしたね。危なかったそれではね、とりあえず、出国審査ね終えてゲートの、制限エリア内にね行きたいと思います。無事出国することができました。でね、成田空港は、自動化ゲートが事前登録不要でね利用できるということで、出国する際はねぜひ利用してみてください。事前の登録いりません。パスポートと搭乗券があればねそのまま顔認証で通れますので、出国する際ねぜひ利用してみてください。すごい楽です。十何人普通のとこ並んでたんですけども、ごぼう抜きで行けますので。それではね、あと1時間半ぐらいあるんですけども、今回は成田空港ということなので、プライオリティパスのラウンジちょっと顔出してから、搭乗ゲートで、ね、待ちたいと思います。今回はね、大韓航空のカルラウンジっていうのねプライオリティパスで入れるそうなんで、ちょっとね、初めて行きますんで、まあ多分混んでると思うんでね、まあ、さらっと見てみようかなと思っています。で今回ライオンエアはゲートが24番ということで、入り口から結構近いですね。多分ですけど遠いのかな、ここから。今ここにいるんですぐ近くだと踏んでるんですけど。こちらですね、カルラウンジプライオリティパスの表示がねちゃんとついてます。それでは行ってみたいと思います。やはり激混みですね。いや、ラウンジから入りました。それではゲートの前に行って、もうね、待機したいと思います。でね、今回は LCC で行くということで、座席は一応ね、動画を撮る関係で、窓側を押さえておりますけども、まあ、窓側ということなんで、隣と隣がいるかもしれないんでね、ちょっと。気合のフライトになるかもしれません。それではね、今25番ゲートに着きましたんで、ちょっとね待ちたいと思います。これですね、まだ始まってなさそうですね。ちょっと待ちたいと思います。それではね、搭乗開始しましたので乗っていきたいと思います。今と。ありがとうございます。どうも。無事ね、登場することができました。ボロボロです。エアバス330の30ですね。座席は333となってまして、思ったより広いですね。思ったより広い、全然広い。もっと狭いなと思ってました。でね、驚くことにちゃんと単身とモニターあるんですね。僕ないと思ってたんで、これは嬉しいです。それではね、もうちょっと遠い、もうちょっとね、飛行機が動くのを待ちたいと思います。多分ね、感じからすると満席だと思いますね。今回はね、10時40分発で、搭乗開始がちょうど間違えてて、10時5分開始でしたね。窓はちょっとちっちゃいですね。まあでもね、離陸は楽しめそうな感じでよかったです。ปรับพนักพิงเก้าอี้ให้ตรงและเปิดม่านหน้าต่างข้างที่นั่งของท่านและกรุณางดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับลงสำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ใช้รีโมทคอนโทรลทุกชนิดกรุณางดใช้ตลอดการเดินทาง at any time. Ladies and gentlemen, this is a non-smoking flight. Please remember that Thai aviation law prohibits tampering with, including electronic cigarette or destroying laboratory smoke detector. Also, the law requires all passengers to comply with all lighted signs, placards, and crew member instructions. Thank you for your cooperation. めたので、楽しいな空港となっております。ท่านผู้โดยสารและสายการบินไทยแอร์ขอต้อนรับท่านสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะขณะนี้เป็นเวลา 14:20 นาทีเพื่อความปลอดภัยของท่านกระนั่งประจำที่และเข็มขัดที่นั่งต้องเช็คอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดจนกว่าสัญญาณจะมาเข็มขัดที่นั่งจับลงตรวจเช็คความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บของเหนือศีรษะพร้อมนั้นตรวจเช็คสัมภาระของท่านกับลงจากเครื่องด้วยค่ะสายการบินไทยแอร์รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งแจ้งต้อนรับทุกท่านบนเที่ยวบินนี้ต้องบอกเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านได้รับความประทับใจจากการบริการของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ lineairthai.com หรือศูนย์บริการลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9999 เช้านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, welcome to Don Mueang International Airport. The local time here is now 20 minutes past 2 p.m. For your own safety, please remain in your seat with your seatbelt fastened and switch off all the heat devices to fasten seatbelt eyes turn off. Open your headwind slowly and carefully. Use caution when retrieving the article which may have shifted to the flight. Before leaving the aircraft, please make sure you have all your personal belongings. We appreciate you flying with us today and hope to welcome you on board again. For our latest promotion, you can visit our website at lineairthai.com.All contact call center at 02-529-9999. Thank you for flying with Thai on air. 皆様ただいまドンムン国際空港に到着いたしました。ただいま時刻は午後2時20分でございます。安全のためシートベルト着の際が消えるまでお座りのままお待ちください。上の棚を開ける際は固定荷物が滑り出る恐れがございますので十分ご注意ください。またはすべての電池機器はシートベルト着の際が消灯もご利用いただきます。皆様本日も平らな航空をご利用いただきまして誠にありがとうございました。皆様の席のご搭乗をお待ちしております。詳細またはプロモーションについては lionairthai.com のホームページをご覧ください。タイの問合わせ番号366-2-529-9999 これから先もどうぞご気をつけて快適なご旅行をお続けください。本日はご搭乗ありがとうございました。それではね、飛行機が止まるまでもうしばらくお待ちたいと思います。それではね、無事、ナンナ空港、国際空港に到着しました。今回はね、ここで一回動画を切りたいと思います。今回の動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。